は胆振橋駅の北側、まあ、裏側でありますね。今電車が止まっておりますけど、そろそろ発車するんじゃないですかね。今日は北陸鉄道の片山津線の跡をたどってみようと思います。あ、電車が動きました。じゃあ私も乗ってます。ここは、北陸鉄道のホームがあったんですね。当時の国鉄と並行して、でここから、走り始めたわけです。少し斜めに行ってますけど、こんな感じですね。はい、ここにグラウンドがあります。夜間照明もありまして、野球などできるようですね。あ、今、入ってますかね。駅に電車の通過電車の、接近音がしてます。ここは県道であります。ここを渡りまして、いかにも電車の線路らしい緩い右カーブを切っておりますね。左手に加賀高校のグラウンドと校舎見えてきました。電車のすぐ脇みたいに見えますけど、電車が廃止されたのは、片山線は1965年だと思いますけど、加賀高校ができたのは、1973年ですから、そういう電車が走ってるすぐ脇に学校があったという、そういうシチュエーションは、まあ、なかったんですね。まあ、加賀高校も私の出身校じゃないんでね、こういうすぐ脇を歩くっていうのはあんまり経験ないんですけど、というか初めてですけど、再びこれは先ほどの県道であります。向こうから来て片山津方向へ向かうんですけど、ここまた渡りましてね、あそこ、もう一つ道を横切ると、また細い道が続いてますが、これが、電車の線路だったんですね。一般車両は通行しないでください。通学路ってある。まあ車が、まあ、実は通れないんでね、まあ、通学には安全かもしれません。まあ、この辺に車を持っていらっしゃる方は、まあ少し走るみたいですけど、まあ、基本的に安全ですね。ずっと、左へ緩くカーブを切っていきます。少し、視界が開けました。こちら、片山津温泉ですね。左に県道を走ってます。今ちょっと犬が私の横を通りまして、ね、まああの種のものは私は苦手ですね。カミングアウトします。これは用水ですね。なんていうかですね、私これは胆振橋川じゃないですね。なんでしょう、ちょっと知りません。コンクリートがちょっと傷んでる感じもしますね。まだ、線路跡は続いていますけど、なんだか面白いもんありますね。片山津農園とありますが、最下転覆、大爆笑最下転覆貧乏神神社ですか、災い転じて福となすといっ
ったところのようです。どうなんですか、まだ開いてないような気もしますが。道路が来ましたが、これは多分県道ではないですね。まあ少なくとも先ほどの県道ではないです。先ほどの県道は今左、画面左から右に行ってますけど、でここを右に行くと、まあ、片山津温泉への近道なんですけど、まあ、鉄道としてはまだこっちに続いています。右にカーブを切ってますけれども、このカーブのあたりに、片山津本町という駅があったようでございます。片山津線というのは胆振橋と片山津の間、駅はこの片山津本町だけなんですね。このあたりですかね、片山津本町の駅。この車止めのようなものがありますが、まあ、こういうカーブを切って、あとはその元の線路の部分がですね、拡幅されて、広い道路になってますね。ここから、まあ、これにここで、ね、このまま行くと片山津温泉行くということです。しばらくは道なり淡々と行く感じですね。はい、片山津の、温泉街が見えてきました。今、赤信号がついてますけど、この方向に電車は行ったということになりますね。電車、先ほどこう来まして、どうですかね、多分 今は若干狭いですが、あの画面中央のビルの隙間を電車が走ってたんじゃないかと私は推測してるんですけどね。その辺どうなんですかね。もういや、建物の古さからするとちょっとどうも違うのかな、表だったんですかね。その辺なんか詳しい資料があるといいんですけどね。どうも今の段階では断定しかねるという感じです。この駐車場が、このスペースですね、ここが片山津の駅、終着駅だったはずです。今はバス停ですけどね。はい、今日はこれでおしまいです。せっかく片山津まで来たんでね、ついでに町湯の方まで来てみました。あ、芝山形、向こうに白山山系見えます。まだ噴水は、まあ、上げてないようですけどね。本当なら湖の真ん中にね、噴水が上がるんですが、さあ、まあ、お風呂入っていければまあいいんですけど、まあそんな時間もないんで、さっさと帰りましょう。